ダラーラアウトモビリ SPA は、イタリアパルマ県を本拠とする自動車メーカー及び、モータースポーツコンストラクター。1972年に設立。創業者は、ジャンパオロ・ダラーラ。創業者、ジャンパオロ・ダラーライタリア出身の自動車技術者、ジャンパオロ・ダラーラが、フェラーリ、マセラティ、ランボルギーニ、デッドマソニテ、自動車設計を歴任した後、1972年に、 自ら起業して生まれ故郷にダラーラアウトモビリを設立。1978年より F3 シャーシの量販コンストラクターとして参入。早くから風洞実験施設やカーボン成形設備などへの投資を行い、イタリア国内からヨーロッパ各国、世界各地の F3 シリーズへと進出。マーチ、ダルト、ローラ、 レーナードなどの競合メーカーが消滅していく中で、シェアを拡大し、2000年代以降は、世界の F3 の大半が、同社のワンメイクといっても、過言ではない状態が続いており、会議以上のカテゴリーも会議を除きだらーらの、独占状態となっている。会議においては単独でのワークス参戦を行わず、会一チームとの提携という形でマシンを開発、提供している。 シャジーの命名方法においては多くのコンストラクターが自社の中で法則を持たせているのに対しダラーラはそれぞれのカテゴリーに合わせて専用の名前を設定するのが特徴である2017年により初の自社製市販車ダラーラストラダーレの販売を開始した g p f i a 会にワールドシリーズバイルノーインディカーシリーズインディプロシリーズスーパーフォーミュラは ダラーラのワンメイクシリーズとなっている。2010年代以降の9回3ではダラーラが圧倒的なシェアを占めており、全日本回3やユーロ回3では事実上のワンメイクとなっている。過去にはドーム、ローラ、ラルト、トムス、ライトスピードなどもライバルとして退治したが、ことごとく打ち破っている。インディカーシリーズではライバルメーカーとしてパノスがあったが、 2006年シーズン中盤以降ほぼダラーラのワンメイク状態になり2012年シーズンからはシャシーの変更に伴い完全なダラーラのワンメイクである2010年からスタートした GP3 にもシャーシーを供給2019年9回3と GP3 は統合となったが引き続きダラーラ製シャシーのワンメイクシリーズとなっている2014年 日本のスーパーフォーミュラにも専用シャシーとして SF142019 年からは SF19 の供給を開始。201415シーズンよりスタートしたフォーミュラ E においても専用のシャシー供給を担当する。その手広さにおいて現代フォーミュラでダラーラの関わっていないカテゴリーを探すのは困難なほどである。会一においてもダラーラは マシンの製造に携わってきたが、1992年を最後に、イ一でのレースから退いていた。ただし、その後も、ホンダ、ミッドランドとの関係もあったために、幾度となく、ダラーラが F1 へ復帰するという話題が上った。2010年より、ヒスパニアレーシングイ一チームとの技術提携により、イ一マシンの製造を行った。 これによりダラーラのマシンが18年ぶりに、第1レースの檜木舞台に返り咲いたことになる。ダラーラ BMS1911988 年に、スクーデリアイタリアと提携する形で参入。初戦となる、ブラジル GP では、第1マシンの製作、供給が間に合わなかったので、前年に作られて使用されていた F3000 用のマシンを、第1用に改造を施した。 F3087 で参戦した。しかも仮にトラブルなしで決勝を走ったとしても、回一の走行距離を走りきれるだけのガソリン体育容量を持っていなかったため、乾燥はできないマシンであった。1989年のカナダ GP のアンドレアで、チェザリスト1991年のサンマリの GP で、JJ レートがそれぞれ3位表彰台に上がった。 1992年はフェラーリエンジンを搭載したマシンダラーラ BMS-192 を製作した。しかしエンジンの戦闘力不足に加えてシャーシの性能不足により良い成績を残すことができず、チームは翌年のマシン製作契約を結ばなかった。その後は1998年までは会一の製作を行っていなかったが、1999年にホンダの 第3機械1参戦に向けたテストシャーシ RA099 の製造を担当した。設計はホンダが行い、ダラーラはあくまで製作のみを担当であったが、この経験がその後のダラーラの大躍進につながることになる。2004年から2005年にかけて MF1 レーシングと車体の共同開発を進めるものの2005年半ばには計画が頓んざした。 ヒスパニア海110-2009年より2010年の F1 選手権に新規参戦を目指していたカンポスグランプリと技術提携で合意をした。マシンの製造を行っていたが当時のチームオーナーであったエイドリアン・カンポスが予定していたよりも資金調達が難航して資金不足に陥ったためにダラーラ川へ約束していた支払いを滞納させてしまった。 そのために一時的に製造を止めていたが、ホセラモンカラバンテがチームを買収して、ヒスパニアレーシング会1チームとして再建を果たし、滞納していた支払いもダラーラ側へ支払われ、マシン製造は再開された。それにより開幕戦バーレーン GP までに製造は急ピッチで行われ、開幕直前の3月4日の発表会に、会1マシン、会110がお披露目された。 開幕戦こそ、両ドライバーリタイヤに終わったものの、第2戦オーストラリア GP では、カルンチャンドックが14位で完走を果たした。その後も完走を続けたものの、ヒスパニアレーシング側が求めるような満足した結果が、なかったなどの諸々の問題もあって5月26日に契約解消されたことが正式にリリースされた。ただし、2010年シーズンについては、 原稿通り会110でレース参戦した。ハース VF-162016 年から会一に参戦するハース会一チームの写真制作をダラーラが受け負う。2015年から制作開始。ハース側はフェラーリと技術提携や風土施設の利用提携を結び、それを活かした上で制作された。耐久レース用スポーツカーの供給としてのダラーラも、 広く活躍している。1980年代初め頃から、ダラーラは、ランチア LC1、LC2 等の製作を担当した。その後、1993年から、WSC というイムスサの新カテゴリのために、フェラーリ 333SP のシャシー製作を担当した。この 333SP の製造は、 同社のフェラーリ会40などと同じイタリアの工場で行われ、1994年に登場し、北米とヨーロッパの両方のレースで多くの勝利を獲得した。その後、フェラーリはダラーラに対して、フェラーリ会50のレースバージョンの開発を依頼するが、このプロジェクトは1998年に中止された。これを契機にしてダラーラはレースに参加するたの、 自動車メーカーとの契約を確保した。主な車シシーとしては、トヨタ GT1TS020、アウディ R8、アウディ R10、アウディ R15、ポルシェ919ハイブリッドに関与し、そしてルマンプロトタイプの売れかくライスラーの SP1 を開発した。これら多くの車は、プロトタイプスポーツカーレースにおいて競争力を持ち、特にアウディ R8 においては、 ルマン24時間レースにおいて支配的なシャーシとなり、アメリカンルマンシリーズ等でも大いに活躍した。2008年からは、グランダムシリーズのデートなプロトタイプ DP01 を開発した。上記の通り、アメリカ国内においても非常に支持が高いシャシーコンストラクターであり、特に耐久レースにおいては最も成功している。シャシーコンストラクターの一つといっても過言ではない。 2017年には LMP にシャーし P217 の供給を開始。イムスサのユスシシーでは新規定のダッピーに合わせてキャデラックとジョイントし P217 をベースとしたキャデラックダッピー VR を開発。規定初年度にデートナ24時間セブリング12時間選手権を制覇し2018年もデートナと選手権を連覇する圧倒的な活躍を見せている。 ありがとうございます。